久しぶり。かなり久しぶりですね。久しぶりですね。すごいですね。今日はね、ちょっとこんな感じですよ。もうコスプレした方がいいんじゃないの。まだ7時です。ね、まあ、急遽呼んで、こういう事態だったんで、ちょっと、はい、誰を取材します。とりあえずバーッとこういう感じだという様子で、はい、で、ちょっとなんかノリの良さな人がいれば、ね、またそこで、やっぱ若い子は元気がいいですね。ね、ザヤマにもこんなに人がいるんですね。結構テレビ局の取材も来てますね。これがね、ここでイベントやっちゃったらいいのにね。ねえ、ここに DJ プレイとかやっちゃったらいいじゃん。でも、朝からどこへ行かないと楽しいですね、これ。こんだけの人たちがね、いるんですけど、大体が見せえない。行きましょう、前行きましょう。ニュースになってました。はい、ニュースの。もうあの今年から登らないようになってるんですよ。去年はこれ上に登ってたから、この桃太郎さんね。はい、というわけで、あれもコスプレ。いやー、あれはコスプレじゃないデッポリスのコスプレ。聞くのもまずい。あ、いいよ。いつもと違うではないですね。コスプレがちょっと評価したから、クオリティ高いですね。ちょっとコスプレじゃない、あの手紙をすいません、これは男の7つ道具完全に。皆さん、晴れてますか。これあのあ、プレミアって書いてます。プレミアムで18になっちゃうかな。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、お疲れ様です。これ YouTube だ。イエーイ YouTuber です。ありがとうございます。こちら、これ見て、ムツテ YouTuber って言った時のみんなの食いつきよく、毎年来られるんですか。いや、今年初めて。初めて、なるほど。学生さん。学生さんです。いいですね、なんか一人な、なんか2人危ない人だよ。誰か人を2、3人ぐらい殺してきてるみたいな感じの。持ってますね。200人くらい。そんなやっちゃった。カクルはちなみに何のコスプレ。あ、おたく出来上がったやつか。ありがとうございます。いいですか、全然。ちょっとすごすぎたの。あ、すごい。こういうのはあの別アイテム。あ、別アイテムで、はい、買わせていただきました。なるほど。はい。それ以外のあの、これガチ勢。え、今回が初めて。今回初めてです。初めて。はい。初めての人多いですね。初めての人多いです。FP さん。あ、今日ちなみにね、あのちょっと、なんか、許可で許可取ってもらっていいですか。ちなみにお兄さん、あ、ピッコロさんは、あの、このハロウィン歴は長いんですか。ハロウィン歴はね、2年ぐらいです。あ、2年。具材に取り立ってもらって。面白いです。はい、これは結構もうハロウィンは慣れっこ。よろしくお願いします。いや、全然結構レベル高いです。ハロウィンです。初めてですか。初めてですか。初めてですか。もう結構初めてですか。毎年こんなに人多いんかなと思ったんですけど。結構多いよ。あ、多いんだ。毎年多いみたいなんで、岡山でも要チェックということです。はい、ありがとうございます。あの、だからハロウィンは何回目ですか。初めて、はい。2回目。そうですね、初めて、みんなに聞いてるんだけど、このハロウィンパーティーって初めてです。何回か。初めてじゃないだー。毎年やってます。毎年あ、行かれてるんですか。ベテランさん、ちょっと岡山に何かしたことないですか。何か何かあれば。何か大根出てて。岡山弁ジャケってことで、はい、買いといてね、大根。僕が、はい、ありがとうございます。はい、常連さんということで、はい、ありがとうございます。今回が初めてですか。初めてじゃないです。あ、よく来られるんですか、その毎年。今回2回目。あ、2回目なんですか。3回目。あ、3回目。結構ベテラン。あ、なるほど。今回来ちゃったら、あの、結構1回目っていう人が多かったんで、はい、ベテランさんです。ありがとうございます。それありがとうございます。はい、あの、もう出たい出たいようさんすごい激しいなと思って。今日夢叶います。あ、降りないじゃん。あの、はい、それでですね、今年が初めてですか、皆さん。いや、もうベテランだもんな。あ、今日行かれるんですね。毎年ありがとうございます。今年初めてっていう人がすごく多かった。はい、嬉しいよ、出たいもん。こんな顔怖くても優しい。すごいですね、結構クオリティが高いですね。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。この大群行きたいと思います。いいよ。
撮ります。すげえ。大丈夫ですか？今回が初めてですか？あ、初めてなんだ。初めての人多いですね。なんかあるんですか？なんかカレンさん？やめとけよ。言うなら無駄な。やっぱね、一番ね輝いてました。はい、ありがとうございます。マジで？すごい。ファッションチェック。ファッションチェックありました。頑張ってますね。すごいね。ありがとうございます。ありがとうございます。長いですか？あのハロウィン、このハロウィンに来られるのは初めてですか？それとも？初めて。あ、初めて。2回目。大ベテランかなと。ユニバかどっかから帰ってきた人だな。一番目立ってたんで。はい、あの眼光がちょっと厳しい。結構見えてます。見えますけど。ここでも隠すの。隠すの。クオリティが高いですね。初めてですか。2回目。ああ。うわ。結構イルミネーションやばいですね。はい。ガッツリ、ガッツリ。やばいですよ。はい、こういうガチ勢がいるわけですよ。はい、いわゆるコスプレガチ勢。すみませんでした。はい、はい、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。すごい人ですね。そうですね、なんか。平日ですよ、これ。平日でね、でこのハロウィン。帰る時間も大丈夫だから、大体若い子の方が。あ、でもみんなこれ終わってからまた町の方に出るのかな。はい、だってあの注意してる人とかもいるんで、はい、やっぱ結構ルールをね、はい、マナーとか守ってみんなコスプレするのもよしみたいな、これでね、これきっかけに男の子女の子友達になるのもよしだと思うんですけど、はい、ね、みんなでね、はい、毎年年に1回だけなんで、そうですね、はい、10月31日はここでね、ええ、結構毎年来てる方も結構いましたけど、そうですね、話聞いてたら毎年こんな感じだって言ってたじゃないですか。そうですね、盛り上がってるみたいな。はい、いいことですよ本当に。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということで、まだ前半戦です。はい、まだアップがあります。はい、ありがとうございます。引き続きね、ありがとうございます。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。